結局、あの、au はつながるようになったんですかなんか、日本で、あの、au が全くつながんなくて通話できないみたいな、そんな話を聞いたんですけど、えー、バケツ代っていただきましたけど、そんな、<laughs> はい、すみませんけます。そんな高いバケツじゃないですから、ね、えー、KDDI の大規模通信障害の社会的基本に,についてお願いします。僕、実はこれ、あんまちゃんと分かってなくて、KDDI を使ってる人全員つながんないの。その一部地域、その、全然つながんない。あ、全くつながんないの。 うちはまだ、あ使える地域もあって、使えない地域もあるとかなんだ。あこれって原因って分かってるんですかなんか、あの、つくばの方で、あの東京電力が、電力が足りなくなって、停電があって、で、あの、 えとそののぼり大雄さんっていうのがやってるあのなんか、えー、VPN バーチャルプライベートネットワークのシステムも落ちちゃったみたいになっててあ分かってないルーターの切り戻し失敗これ停電と関係してんじゃないの設備故障まあ結局そのあの電源って変な切り方されるとあの復旧失敗するっていうパターンがあるんですよね あのまあ本来であればそのなんかあのこうシャットダウンっていうのをやってでまたあの最初から立ち上げるんですけどなんか停電みたいのでいきなりバーンって切れたりすると割とあの変なトラブルになる可能性があってんでまあそのあの筑波大の,そののぼりさんがやってる VPN ゲートもそんな感じでちょっとなんかあのこう再起動の時間かかりースみたいな感じらしいんですけど。 なのでなんかまあ原因わかんないですけどまあ猛暑プラス停電プラスあの人員足りないみたいな多分そんな感じなんじゃないですかね夕方復帰予定あそうなんだ結構長いですねまあでもその日本の場合ってそっか携帯つながんないから連絡取れませんって言ってまあでも土日だからサボり続けていいんじゃないですか家でだらだらしてください皆さんはい僕みたいなのに1時間に1回バケツの水の交換するとかしなくていいと思うのではい 皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして、他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それでは、ひげおじでした。バイバイ。